皆さん、驚いてはいけません。いいえ、驚かなければいけません。私だわ、かずみの、かずみだわ。よく見ろよ、和夫は俺、そっちは今日転校してきたばっかの斉藤和美。男と女の心と体が入れ替わったってことを信じるか。ねえ和夫君、私もどうしたらいいの。そんなことわかんねえよ。とにかく俺とおめえとが入れ替わっちまったってことしかわかんねえよ。ねえ、あんた本当は斉藤和夫君なの。うん、やっぱりそっか。変なことすんなよ。カズオ、おめえチンポコあるんだろ。あんたとあなた女でしょ。私ね、もうすぐ生理なの。斉藤君も君は男でしょ。おい、ちょっと、この俺が生理になっちまうのか。そうよ、なんでもないって顔してなきゃダメよ。俺、どうすりゃいいんだよ。小林さとみです。16茶は今年でなんと30周年を迎えました。それを記念して商品のリニューアルとともにテレビ CM も30周年のお祝いにふさわしい小林さとみさんをゲストにお迎えして特別な仕上がりになっています。ぜひご覧ください。問題です。16茶が発売されたのは西暦何年何月何日でしょうか。1993年3月1日。え、すごい、ばあちゃんが言ってたもん。こだわり続けて30年、ニュー16茶。ばあちゃん、あの人、朝日飲料。問題です。16茶は何で美味しいんでしょうか。いきなり、厳選された16種類の深い味わいと香りが口いっぱいに広がったと思いきや、香ばしいのにスッキリとした味わいだからじゃない。すごい、さすがばあちゃん。いいものいっぱい、こだわりいっぱい、ニュー16茶。あ、おいしい。うん、16素材が効いてるね。長年こだわり続けてますから。で、おばあちゃん何者ですか。16種類で16茶。朝日用に勤める破天荒な C の智代役を演じられました永野芽郁さん、お願いいたします。尾身俊則さんです、お願いします。どうも、今日は、ご来場いただきまして本当にありがとうございます。クソ親父をやりました尾身俊則です。さっき聞いたら去年の11月ぐらいですか、撮影が。もう1年近くになりますけど、こんなにたくさんのお客様がいらっしゃってるのがすごく嬉しいですね。ありがとうございます。今日はチキンって金かかるよな。ガチャ、はい、そこラストスイッチ、はい、はいはい、失礼します。よいしょっと、企業認知があったりも求人にもやっぱり動画か、他の企業が見て焦っちまった。そこまでは。でもラクスルなら動画制作30万円から高くない。高くない、高くないじゃん。ラクスル、スイッチだよ。このチラシを大量にまくってわけよ。でも見積もりかなり高いっすね。はい、こまラクスルスイッチ。ラクスルのネット印刷なら1枚 1.1 円から全国送料無料で安い。ラクスルにスイッチ。明日のチラシ印刷ゴー。いや、1万部って朝までに終わんすかね。はい、ここラクスルスイッチ。ラクスルのネット印刷なら最短当日出荷3分で注文完了って超早い。ラクスルにスイッチ。週末のイベントスタッフ足りないって全員でチラシ巻くか。はい、ここラクスルスイッチ。ラクスルのネット印刷ならホスティング1万円からお任せって。ラクラクラクスル。